はい、こんばんは。熊谷そうそうです。ちょっと今日も、音、小さめで、すいません。今日はちょっと、まっこいたいな、パクってたら、夜中の3時半になってしまいました。全然撮れなくて、やっぱ耳が悪くて、どう、なんかやっぱ難しいですね。コンピング撮ってたんですけど、とりあえず、ちょっと8小節だけ撮ったんで、やってみようかなと。ラブスプリームの、第2章の方ですね。のコルトレーンのソロが始まってすぐのとこから撮ってたんですけど、最初の4小節はもうなんか全然撮れなくて、穴だらけ、隙間だらけです、ほんと。なんかこんな感じで。ワン、ツー、スリー、フォー、あ、違う。もうちょっともう何でもいいレベルで、あんまスカスカなんで、もうちょっと上げようかな。さ、要は、もう譜面に番号を振っとくんで、これ、2箇所？全部 E フラットマイナーなんですけど、1個目がこんな感じ。フラット3、なんだ、6、9、5度、1度でもうめちゃめちゃ普通の美味しい。しかもこれ本当、すいません、絶対じゃないです。僕の耳本気でクソなんで。だけど多分これで合ってると思います。これと、あとかっこいいのあって、この感じね、この感じ。これがあって、これは、1個目はまあ普通ですね。これ完全ヨドと、ここだけトライトーンみたいになってる、増ヨド。2個目がこれ入ります。これもうアウトしてますね、結局。まあ F シャープマイナーセブンみたいな感じだと思います。 F シャープ、B、 E、 A、 C シャープ。なんでここから数えると、単3度上のマイナーセブン弾いてますね。ほら、結構アウトして、多分なんかこの第2章は、コード進行、ほら、メロディーの時が、これ使うんで、多分これ使ってると思うんですけど、多分コルトレーンのソロ中央も E フラットマイナー一発っぽいんですよね。なんだけど、これがまだちらつくじゃないですかね、多分。まあ、いずれにしてもこれ E フラットマイナーの上で、これかっこいいですよね。F シャープマイナーセブンで、入って、で、2段目、5小節目が、ワン、ツー、ツッテン、感じなんですけど、最初がこれも多分なんですけど、本当聞こえないんですよね。しかも音がこんな感じで、指もどうやってんのか、右と左分けてんのか、片手かもう分かんないですけど、これがセブンスと1度とイレブンス、こんな感じで聞こえますね。で、これをこう平行移動した感じ。これは一応インサイドで、セブンス、1度、イレブンスで入ってるんですけど、これ3番って振っといたんで。で、これが4番。4番は、これちょっとアウトですよね。これフラット13になってんで、セブンス、フラット3度で。まあ、これが E フラットマイナーなら、これ D フラットマイナーですよね。けどまあ、A フラットマイナー7っぽくもありますけどね。けど、まあ、これの上で。まあ、あとこれに関しては、こういう押さえ方、よくあるのは、B メジャーオン、まあ、この E フラットのと D シャープですけど、B メジャー、こういう、もう、ポップスとかでも使うような、
この押さえ方自体は。なんでこれ自体は綺麗ですよね。だけどこうやって続けて弾くとやっぱモーダル系のこれ系のサウンドになりますね。でその後なんかずっと上がっていくんですね。あ違う違う、でこれは多分もう D マイナー、もうこれは4ノートボイシングですね。 D マイナーで考えると1、11、7スフラット3で全部完全ヨード、完全ヨード。で次 E マイナーで同じことして、 F マイナーで同じことして、で F シャープマイナーで同じことして、G マイナーですね。 E、D、E、F、F シャープ、G までずっとこうやって上がっていきます。ほんで、あ、G マイナーまでここまで上がっていって、ここがなんか聞き取れないんですよね。もうかっこよく聞こえるんですよ、これが。こう来てて、これが僕が聞こえるのは E と B しかなくて、他なんか入ってるっぽいですけど、聞き取れた人はちょっと書き込みしてください、お願いします。で最後がまた丸2番と同じで F シャープのこのこれ弾いてます。まあね、これ上がる、こんな感じで結構なんとなく上がってっちゃっていいんじゃないかなみたいな。 E フラットマイナーに対して半音下からスタートして、 D マイナーから E マイナー、これ強力アウトですよね。あ、これ4つだ、4つだ。 D マイナー、 E マイナー、これもアウトで、 F マイナーはまあインサイドですね、このまま。で G マイナーアウトですね、この、G の音が強力アウトです。もうメジャー E フラットメジャー7に聞こえます、メジャー6かに聞こえて、あれなんだ、あ、そうか、これがこれがあったらすいません、 F シャープ抜けてた、 F シャープマイナー、これがこれもアウトっすね、この3つが B、E、A がアウトして、 G マイナーもアウトで、ずっとちょいちょいアウトしながら、うん、で何かがこれが分かんないっすよね。でここも最後もアウトなんで、 E フラットマイナーの上でガーッと違う、ボイシングを弾いてますね、やっぱりマッコイタイナーは。なんでこれまあどうパクるって感じもあるんですけど、そのマイナーの上で、まあ、結局マイナー7弾いてる感じなんで、そのマイナーの上で何度違うマイナーを弾くとこの感じだよっていうのを掴むのがいいと思うんですよね。こう E フラットのとこで D マイナー弾くとやっぱ強いじゃないですか、この上でとかいうのがあるんで、それをちょっと追求したいなっていうのがあったんでやってみました。それでは今日はこのぐらいにしておきたいと思います。皆さんチャンネル登録よろしく。さよなら。